こんにちは、デリッシュキッチンです。ザ・大分ブランド流通対策本部の提供で照り焼きニラつくねを作ります。大分ニラはみずみずしく灰色が濃く鮮やか。大分ニラ一束は根元を少し切り落として5ミリ幅に切ります。大分ニラは肉厚でシャキシャキの食感。木綿豆腐 150g はキッチンペーパーで包み、耐熱容器にのせ600ワットのレンジで2分加熱して粗熱を取ります。ボウルに鶏ももひき肉 200g を入れて木綿豆腐を加え、酒大さじ1、塩小さじ1/3を加え、胡椒少々を振り、おろし生姜小さじ1、片栗粉大さじ2を加えて粘りが出るまでよく混ぜましょう。大分ニラを加えてさっと混ぜます。香りのいい大分ニラをたっぷりシャキシャキ食感に。8等分に分けて小判型に整え、肉だねを作ります。フライパンにサラダ油大さじ1/2を入れて熱し、肉だねを入れて中火で焼き、焼き色がついたら裏返しましょう。酒大さじ1を加え、蓋をして火が通るまで弱火で5分焼きます。みりん大さじ2、醤油大さじ1を加え、照りが出るまで上下に返しながら絡めて完成です。卵黄を添えてお召し上がりください。大分の美味しい食材を全国へお届け。詳しくは大分食材で検索。以上、デリッシュキッチンでした。